クロヤンです。前回はね、途中でハプニングが起きて、動画を、途中で中断みたいな形になってしまって申し訳ありませんでした。今回はですね、この、前回、前々回と作った世界なんですけど、良い、マップだったんですけど、ちょっと一応見ていきましょうか。どういう世界だったかというと、ロードと。樹氷もあって、キノコ島もあって、いい、よしよしよし。という感じ。暗視のポーションでいいか。暗視、ちょっと投げて、明るくして。見ての通り、いいんですけど、ちょっと気に入らないというか、あれがあるとするならば、ちょっと砂の量が足りないとかっていうのがあるのと、あと、海は多かったんですけど、なんか海底神殿がなくて、ちょっと、いいようで悪いようでみたいな感じだったので、今回はですね、おっと、セーブせずに終了。今回はですね、多分確率は低いと思うんですけど、神シードって言われる、全部入りのシード、メサとか、樹氷はどうしようかな。海底神殿がね、欲しいんですよね。っていう感じで、今回は神シードを引いて、確率は低いんですけども、探す旅というか、そういう感じにしたいと思います。で、僕の神シードの探し方とかっていうのが、自己流というか、っていう感じなので、効率は悪いかもしれませんが、お付き合いください。で、しかも、これ、バージョンが古いバージョンなので、もしかすると、最新版でプレイされている方は、同じシード値を、神シードが出たらなんですけど、入力しても、神シードではなかったりするかもしれませんが、そこら辺はご了承ください。ちなみに、これは PS3 版でやってます。だから、PS4 とかでは、わかんないです。同じシードを入れても、また違う、全く違うものがあるかもしれませんけど、はい。PS3 版の方で、やってる人は、もしかすると、神シード、ご紹介できるかもしれません。喋りながら、なんですけど、やっていきましょうか。で、探し方としては、個人でや、あ、僕的には、クリエイティブで、なんか空飛び回って探すみたいな流れですね。ということで、こんな感じで、長々と喋りながらやっていきましょうか。じゃあ、まず、1個目のシード、あ、1個目のシード、1個目の世界を作りましょう。確率はね、多分、ものすごく低いんですね。多分、クソシード祭りになるような気がしな、なりませんが、クソシードだったらクソシードだということを、面白おかしく紹介していけるかな。妥協するとしたら、樹氷はね、あってもなくてもいいんだけど、海底神殿は欲しいな。で、あと、木材は全部欲しいし、コドソルとかは、っていう感じなんですよね。キノコも、キノコも欲しいか。という感じでやっていきたいと思うんですけど、長いな。一回一回が長いな。そろそろ、よし、来た。よし、まず1個目のシードを見ていきたいと思います。見たとこ、沼地と、普通か。地図を用意して、僕のやり方としては、これで、暗視のポーションで飛び回るみたいな流れなんですけど、ここか。そして飛び回る、右下にメサが見えますね。よっしゃー。
死傷しろ。こっち？こっち？あ、メーサーだ。メーサーが出てきたぞ。これは、あ、でもなんかこういう、台形になってるメーサー、あんまり個人的には好きじゃないんですけど、まあ、柱形のメーサーと、台になってるメーサーがあるんです。こっちで台形のメーサーですね。悪くはないんじゃないか。おお、いいじゃん、いいじゃん。これは一発目から結構神シードを引いてますよ。この柱状のメスは個人的に大好きなんですね。なんかこう、アメリカのロックになっちゃうみたいな。まあまあ、いいでしょう。で、ここに砂地もあるし、白樺ミッケ。あそこがジャングルではない。普通の木。普通の木。だね。アカシアとかではないらしい。白樺もいっぱいある。なんかここら辺、あ、でも木材普通か。あれ、これアカシアか？ああ、違いそう。違うな。全然違うな。おしよしよし。なんか、形的には面白い。お、あ、村がある。よっしゃ。ああ、村がある。ちっちゃいけどね。ちっちゃいけど、村みたいなものはありましたと。よっしゃ。こう、まあ、とりあえず一周していきたいけど。おーし。とりあえず、まあ、スルスルと一周していって、まあ、ここら辺は面白い形ですね。面白い形は面白い形でいいんだけど、なんか、そろそろなんか、ジャングルかなんか来てほしいな。あ、この黒いオークの木でしたっけ？なんかありますね。オークあって、ジャングル、もしくは海底神殿。もしくは海底神殿が欲しい。ああ、なんもない。ここら辺スッカスカだと。よし。スッカスカやめて。スッカスカ。スッカスカシードはやめて。スッカスカ。でも、ここら辺に海底神殿があれば、あれが切れてますね。ちょっと探しつつ。おっしゃー。ほいと。安心のポーションをやって、石をしろ、石をしろ、よし。だから海底神殿が見当たらない。ここら辺にありそう。ここら辺にあってほしい。あってほしい。これ。こう。わあ。ナイスね。ナイス。はい。海底神殿探すのは一番後でいいか。とりあえずまあなんか一周してみよう。あ、キノコある。キノコがあった。しかもなんか孤島みたいな感じでいいですね。孤島にキノコがあるのもいいし、わかんないな。あ、どこ行ってんだ。とりあえず一周、砂地もありそうですね。ただジャングルがあるか、ここまで来ると。樹氷はなさげかな。 樹氷はあっても別になくてもいいんですけど、ここら辺は雪地帯みたいなんですね。雪原というか、どこ行ってんだ。ジャングルないな。ジャングル気になる。ジャングルがないのが気になる。なんかこっち来ちゃってるな。こっちか。よしゃ。ジャングルがないとジャングルの木が手に入らないからね。それが厳しいかもしれない。今どこ？あ、こっち来ちゃってる。全然違うじゃん。こっちか。探しては、ないそうだな。悪くないシード、っちゃシードなんだけど、ジ
ジャングルないのはきついからな。まあ、しょっぱなですしね。まあ、まあ、深く探してないんで、まあ、真ん中の方にジャングルがあるかもしれないんですけど、まあ、こうやって向かいつつ、ジャングル探し、あと何がないんだろう。サバンナもないか。サバンナもないと、あんまり良くはないか。ここら辺にないね。そうですね。普通の場所が多すぎるっていうか、なんかそんな感じはしますけどね。お、なんかいいね。あそこ通りたい。あそこ、ここを通りたい。ほらー！イエーイ！まあ、そんな感じでね。まあまあ、悪くはないんですけど、おー。なんかこれ、形はすごいいいですね。形はなんか面白いんですけど、今回のね、目的は紙シードを引くということなんで、紙シードではなさそうですね。ジャングルないし、メーサーはいいんだけどな。海底神殿はまだちょっとわかんないんですけど、やり直しかな。まあ一応、セーブデータとしては残しておいて、まあ1回目はこんな感じになりました。今12分か。もう一つぐらい紹介できればいいんですけど、まあまあでしたね。っていう、まあ僕の探し方なんですけど、まあなんかもっと効率がいい探し方あるよみたいな感じがあったら、まあ次回から教えていただければと思います。まあ次回もこのまま多分取っちゃうと思うんですけど、まあ紙シードを、どのくらい探そうかな。まあ、ちょっと探してみます。という感じで、まあ、紙シードを引くのはなかなか難しいっていうのは分かってるんですけど、まあ、ね、何でも入りのシードっていうのを、まあ、皆さんにね、ご紹介できたらそれもいいと思うし、あれ、進まない。まさか、フリーズしてるか。マイクラがフリーズしてるか。こういうことよくあるんですよね。プレステ3版とかやってる方は、なんとなく分かっていただけると思うんですけど。全然進まないので、もしかしたらフリーズしたかもしれません。どうしよう。今回はここで、すみませんけど、まあ、これはまあ僕のせいじゃないんで、ソニー側のミスという、なんだっけ。このマイクラを作った人のミスというか、なんか、そういうのだと思うんで、まあ、今回は、これで終わりたいと思います。次回もね、このまあ続きで撮っていくんですけど、紙シードを探していきたいと思います。では、ご視聴、ありがとうございました。クロヤンでした。